来年厄年の川久保です。どうもロブシュンご覧いただきましてありがとうございます。今回はですね、これも今日入庫したばかりです、2022年式の BMW X6 35D の M スポーツ入ってきました。今日こちらご紹介します。まず X6 はロペライオチャンネルでもワインレッドをご紹介してるんですけど、ワインレッドの X6、 実は売却したオーナーさんが買い戻したんです。それだけやっぱ良かったんですよね。で今回入ってきたのは、ね、僕が大好きな、もう全部ブラックアウトされた仕様ですよ。ホイールまで、これめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。ちょっとこれ外装だけでも僕はときめいてしまいます。で一応オプションが100万円以上入ってるんで、そこもポイント高いです。でこれ新車価格が1068万円、まあ諸経費も入れると1300弱ぐらいになるのかな。で今ロペライ価格、走行距離3000キロ走って1058万円、プレミアついてないんですよ、新車価格ベースでも。ということで見ていきましょう。まずこれ外装見てください。これ上から貼ってるんです。これでグリルもこのようにブラックアウトされていて、ね、メッキもなし。ここが僕ね好きっすね。でちょっと見てください、このホイール、このホイールかっこいい。青いブレーキキャリパーね、 M スポだからこれオプションのホイールです。27535-22でそのまま全部ブラックです。こういったところもブラック、ブラック全部黒くなってるんです。でそしてリアのタイヤが315入ってるんですよ。315-30-22。これちょっとさ、カムロ君こっち側から映して、このタイヤの太さ、これ太くてかっこいいよ。そして、まあ、もちろん X-Frame のエンブレはあるんですけど、ここもカーブ、なんかフロントはちょっと焼けちゃった感じあるよね。ね、もともとこういう感じだったんでしょう。そしてエンブレムもブラックアップされています。でちょっと、ね、トランク、なかなかなんか GLE クーペだね、これもうね、対抗馬がね、完全に。トランクはちょっとこっち側は、まあちょっとね、スペースが少し入るようにくぼみがあるんですけど、まあクーペモデルだからしょうがない、これ高さがないんですよ。ここちょっとでも、ね、でもいい、ここに入るんだったら割とね、いいんじゃない。これあれです、トノカバンですね。そうだね、はい、トノカバンこうてしまえるんだね。いいですね、一回ちょっと外してみます。ダディーン、いいね、はい、でこうでしょ。でさあ X6 言えばこの後ろよ、どうもアイアンマンしか見えない気がするんだけど、まあアイアンマンかっこいいから ね。あと気になるところちょっとね、後ろちょっとこれ乗ってみます。あーギリギリです、ギリギリだけど大丈夫。うん、でちょっと先に乗る前にちょっとライトつけるんで、ライト見ましょうよ。じゃあちょっとスモールしてもらっていい？あーいいね、このライト、あはー、僕ねライトの光り方結構ね大事なんですよ。あーいでろー、はーい、でハイビーム、真ん中のライトついてないね。じゃあハザード、ああそっかそっか、外側なんだよね。で後ろがなかなかインパクトがあるな、すごい迫力ギアは。はい、じゃあ一回ブレーキ、うん、あーハザード、あーオッケー、一応バックも、ああなるほど、はい、オッケー、まあこんな感じですよね。それでは試乗スタートします。いや、うん、やっぱ乗り降りしやすいね、この高さね。ではでは出発したいと思います。あ、シート柔らかい、これいい感じのシートだ、これいいっすよね。いや X6 出た時は本当にガチで検討したんですよ。これ多分セールがいいと思うんで買った方がいいですよみたいなこと言ってたんですけど、はい、BMW ってやっぱあんまりセール良くないね。やっぱりなんだかんだ言って値段落ちてくれる、そう、ね、これがでも正常です、うん、その中でもまあ値段残ってる方ですよ。新車価格よりちょっとね、うん、安いぐらいで、まあ、ディープルで M スポーツ付きなんで、うん、で色は黒、はい、上がりづらい要素が揃ってるんね。結構やっぱ22インチだとロードノイズ来るね。なんとも言えないですね、これに関しては。21に下げても、まあね、20にすれば全然違うけど、ちょ見た目はね微妙だもんね。そうですね、僕の20なんだけどな。まあ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 
BMW はやっぱかっこよくスポーティーに乗りたいじゃないですか。あれパドル変わってんの？勝手にやられるやつだこれ。今2速に入れたんだけど表示は1回2なんだけどもう3速のまんまです。戻っちゃう。え？まあこんなもんか。割とディーゼルの中ではパキッとした乗り味というか。そうだね。川村くんはさすがだよ。いなかったら今違うことを言ってた。そうだね。データは言わなかった。でしょうね。うん、まあディーゼルだもんね。そうですね。でも G400 とかの方がやっぱパワーある感じがするな。そこを感じますね。あの X シリーズって今3代目じゃないですか、これ。はい。いわゆる。で2代目も、まあ、ディーゼル、うん。それに比べたらだいぶ乗り味は滑らかになったのかなっていうふうに思います、ね。ああ、そうだね。あの頃が結構ガラ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 ってしてたんで。今乗って。でね、感じたことはね、これ見た目はかっこいいんだけど僕ね乗ったフィーリングはちょっと自分の好みとは違う。だけど本当 Z4 とか M4 とかあれはもう最高だなと思わしするんだけど、僕には BM のディーゼルがちょっと合わないのかしらね。そうですね、まあ、やっぱりあのレンジスポーツディーゼルを乗ってしまったがゆえに、やっぱあ確かにどうしてもあそこと比べてしまうというか、いわ、ね、うん、まあ、ばあそこがベストマッチだったわけで。そうだね。いやなんかねこれねすごく変なこと言うようなんですけど、ディーゼル乗ってディーゼルっぽさが嫌だって思ってしまうっていう、はい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 、なんか変な感情なんですよ僕の中で。まあわかります。いやただガソリン乗ればいいじゃないですかって。ガソリン前じゃないですか、ディーゼルですからって。ねえ、そんな感じがするんだけど、今出てる車って本当ディーゼルっぽくないんだもんね。あそこが良かったりもするんだよね。ちょっとないですね。ちょっとあのご検討させていただいて、あの一両日中にあのご返事をっていうパターン、僕の場合だと、ね、もう大体ダメなやつ。いやでも価格がいいじゃないですかこれ。まあ、確かに。ねえこれだってねもうちょうど予算内ですよね、これで言うと燃費どのくらいですかね。 6.8? 6.8 から 13.5。 今のこのくらいの瞬間燃費で 7.5、 こうしたら2.1 とかなっちゃうよね。まあ、加速したらそうだよね。まあでもとはいえディーゼルだからね、はい、見た目はかっこいいんだけどなというところが正直な印象でございます。なかなか意外でしたね。今んとこそのディーゼル良かったでランキングみたいなのってなんかトップ3ぐらい出せます、ね。まあでもねやっぱレンジかな。そうなんですよ、ね、レンジのディーゼルがいい、はい。まあ、BMW はあのガソリンの方が加工さに合ってると。そうだね、音もいいしね、はい、特にやっぱねもっと踏んで走りたいからさ。BM が駆け抜ける喜びでしょう。はい、ということでですね、まだ私の愛車探しの旅はですねまだまだ続きそうです。ということでじゃあ今日は以上で終了となります。引き続きあのこのロペチューンではですねお客様の愛車紹介そしてあのガレージハウスのご紹介もしてますのでぜひご覧ください。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。